にちは、しゅんです。こんにちは、みたりです。はい。ですね、今日はですね、前回ちょっと話しそびれたことがあって、海外に来て大変だったことっていうテーマで、自分が外国人になるっていうことが、そもそも一番日本にいた時と違うことなんじゃないかっていうことで、それについてちょっと話していこうかなと思います。はい。まあ感じると思うんだけど、そもそも、なんかこう、敵まではいかないんだけど、やっぱこう、異質なものとして、こう、最初は見られるよね。仲間として、こう、受け入れられるまでは。で、あとはそれが、差別のね、大きな地域とかに行くと、やっぱいろんなこと言われたりとか、そういう目を向けられたりとか、したりもするし、もちろんそういう人ばっかりじゃないし、いい人もいるんだけど、むしろいい人の方が多いよね。そうなんだけど、時にして、こう、その日本人に対する、日本人というか、もう、アジアの人間に対する、この、目の向け方とか、こう、立ち位置であるとか、まあそういう部分が、こう、向こうは意識してないんだけど、なんかこう、悟して出てくる時が、時にしてあったりするので、それにショックを受ける人は、もしかしたらいるのかもしれないなと思ってます。確かに。なんか逆に言うと、こう、なんか外人って言ってることに対してショックを受ける、こう、日本以外の方がいたりとか、あとはなんか鼻が高いだろ、なんか何とかかんだろって言ってるのを、こう、なんかあんまりよろしく思わない人もいたりとか、するらしいんだよね。デンマークに来て、なんかもともと私ソニーでプレーしてるときに、韓国の選手だとか、リトアニアの選手とプレーしてたんだけど、デンマークに来て、もともとソニーでプレーしてるときに韓国の選手とかリトアニアの選手と一緒にプレーしてたんだけど、やっぱりなんか、なんか差別とかじゃないよ、全然。けどやっぱりなんかちょっと違うなって、自分たちとちょっと違うな、やっぱりっていう感じる部分もあって、でも、デンマークに来て、私、外国人の人、当たり前だけどいっぱいいるなって思うけど、逆で私が外国人っていう意識が最初はなくて。そもそもやっぱり、僕はデンマークの人ってすごい、なんていうかな、出しても優しい、基本的に。けどやっぱり、デンマークでも、あの人に向ける目はなんか違うんじゃないかなっていうのは感じた。私のことを知ってもらうまでは、っていうのはやっぱりなんかデンマークには中国人の人がたくさん住んでるんだけど、それを良しと思ってないデンマーク人もいるみたいで、どうやら話を聞いたら、でも私もその一人だと思われてる、分かんない、聞いたことないけど、まあ、会う人にそういうのもあるから、ちょっと着地点が見つからない、まあ、そういうのはあるよね。で、そういう風になった時に、まあどう対処するかっていうのをちょっと俺なりに話しておくと、そういうもんだと思って放っておくっていうのが一つだね。例えば、じゃあもう中国人とか、その日本人とかアジア人っていう思われるだけで、じゃあ、なんか銃を向けられますとか、そうなってくると話は別だけど、そうでもない場合、やっぱ基本的にヨーロッパっていうのはこう人権を尊重する集団なので、だから基本的にはそういう建前があるから、隠してるわけね。あんまり良くない言い方だけど。なので、そんなに表立ってしてくるってことはない。あんまり過激でもない限り。だから、その人たちはそういうなんか常識なんだな。1たす1と同じようにそういう常識を持ってるんだなって思っとけば、まあ別に、ぐらい。生物はあんまり食べないぐらいの感じで思っとくと、まあ俺は気が楽になるんじゃないかなと。思ってんだけど。でもやっぱそれを良しとしない日本の人だっているし、やっぱアジア人とどうしても差をつけたがるヨーロッパの人だっているし、もちろんアジアの人をすごい尊敬してるヨーロッパの人だっているし、そんな人それぞれなんだから、そんな気にしたってしょうがないよっていう話だと思うね、これは。でも、だからそれ人それぞれだからこそ、それでちょっと苦しむ人がいるかもしれないっていう話。だからなんやねんって話なんだけど、
でもそういう意識を持って、その自分が外国人なんだって意識を持っておくことで、そのなんか差別って何なのとか、じゃあ人には優しくしたいよねとか、なんかそういうふうに考えるきっかけにはなると思う。とか、じゃあ文化って何なのとか、そのなんでこの人たちはこんなことしてるんだろうっていうのを考えることによって、やっぱ自分たちのことを知らなきゃいけないっていう気にもなるし。私が思うには、なんかでこう、認められることによって受け入れてもらえると思うんでね。うん。例えば、旬だったら、柔道、まあ、まあ、柔道はちょっと日本が栄えてるから、栄えてるっていうか強いから、すごい、歓迎してもらえると思うし、やっぱ教えたら、おーすげーってなって、ね。うん。受け入れられやすいのかもしれないけど。まあ、いろんな状況であれ、まあ、何かしら、こう、なんか認めてもらえるようなことがあれば受け入れてもらえるんじゃないかなって私は思ってて、なんか私が会ったのはね、その、まあ、なんだアジア人なんだって感じやん、まず、うん、やっぱりデンマークのハンドボールのレベルも、まあ、高いし、世界レベルで見たらね、でもなんかこの、例えばだけど、練習にこう打ち込む姿だとか、ルールを守るとか、そういうところをなんかちゃんとチームメイトは見てくれたし、まず。で、こうホームゲームとかで私がこうシュート止めた時は、観客の人がみんな、こう何か盛り上がって、後で声かけてくれたりとか、なんかそういう何かしら努力をして認められることができれば、受け入れられるのかなと思って。でもやっぱり、通りすがりの人にはそういうことはやっぱりできないわけで、というのは旬が言うように、まあ、気にしない、一番なのかなって思う。それこそこのコロナウイルスのね、感染が増えた時に私たちなんかこうね、避けられたりとか、なんか何人とか言われたりとか、そういうことが実際にあったわけで、そういうのをね、考えるとすごい悲しいし、なんか自分のこと何も分かってないのになんでそうやって言うんだろうって思うし、まあ、そういう時こそ、まあ、気にしないっていうのが大事だよね。旬の余裕でね。そうだね。まあ、まとめると、まあ、まずは、その、外国人だっていうその自覚を持つことはすげえきっかけ、いろいろ考えるきっかけになるっていうことを、人それぞれだから、やっぱ自分のことを良くしてくれる人とか、認めてくれる人とか、そういう人たちに目を向けてみるっていうことと、わかんない。その人、今からこう、これからヨーロッパに行こうとしてる人は、どういうコミュニティに属してどう動いていくのかわかんないけど、でも少なからず自分のことを認めてくれる人っていうのがいないと、やっぱビザっていうの取れないと思うから、そういうところと、やっぱ、イチローのね、あの、引退会見の時に俺これを言ってて、ああ、やっぱすごいな、この人はって思ったんだね。一回ブログにも書いてあるんだけど、やっぱそういう感覚を持つこと自体が、自分をすごく成長させてくれると思うし、だからって、強烈に人種の差を意識しろとか、そういうことじゃなくて、なんかそういういろんなことを知ったりとか、人のことを考える、相手のことを考えるきっかけに考えられるようになるんじゃないかなと思っています、僕は。その通りですな。まあそういう感じで、前回言いそびれちゃったんですけど、この辺の理解が一番しんどいのかもしれないです。まあ、ということで、何かの参考になれば嬉しいです。はい、じゃあ今回は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。